こんにちは、ジョマです。今日はですね、こちらカセットデッキね、先日に引き続きまた買いました。上面操作のね、カセットデッキです。テクニクス、1976年、私が15歳の頃に、定価5万円ぐらいでね、売り出されていたものです。オークションサイトでね、5000円で買いました。10分の1ですね、ちょっと。で、届いてみたらね、すごく綺麗 で、当時のものですからね、ほとんど整備品とかそういう以外は全部ジャンク品なんですけれども、これもね、音聞こえますよっていうことですけど、早送りと巻き戻しがね、できないということで買ったんですけれども、早速ね、聞いてみます。これ私が唯一持ってるね、カセット、ウォークマンみたいな500円ぐらいで買ったのに、おまけにつけてくれたやつで、テレサテンさんかなんか入ってるんですけど、スイッチオン、エジェクト。針も動いてね、レベルも上がります。裏面も聞いてみましょうか。ということで、今回はね、大当たりでした。あ、巻き戻しとね、あれ、早送り。一応回るんですね。勢いつくと速くなったり。巻き戻しも、あ、止まりました。ゴムがね、これ、緩んでるでしょうね。もう確実にね。ゴム、いつか変えてみたいと。ということでね、ほとんど、まあ、それ以外は感動品ということ。まあ、録音もね、おそらくできるでしょうから、何か録音してみたいなと思います。私、もう自分がもともと持ってたね、ソニーのカセットデッキ、縦型のやつ、これ、全面操作のね、やつ。それから先日買った、やっぱり、この上面ですね。この形にも、憧れちゃって、すごく。これは頭になかった。それから先日500円ぐらいで買ったね、ウォークマン。まあほとんど、まあまともには聞けなかったんですけれども、初めてね、かっこいい、特に上面操作の、カセット的にね、初めて音が出て、感動してます。めっちゃかっこいいですよね、これ。個人的に。こんな感じ。ありがとうございます。